はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はイラストチェイナーチャイナーっていうかチェイナーっていうかまあ英語力がねゼロの僕ですけど、簡単に言うとみんなでつなげる絵しりとりっていうアプリをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。でオンラインで遊ぶで、このフリールームに参加ってすると全国のね皆さんがやっているんで、その中に入ることができます。誰でも OK っていう部屋っていうことですよね。でまあどんなゲームかっていうと、最初にのまあ1番目の方がのから始まるしりとりを絵で描くんですよね。でその次のこのピオキング、あピオキングは俺じゃんピオキング俺だった。ここでこれはなんだ、野原しんのすけか。でここで分かった分かった、オッケーオッケー。で僕がね分かったっていうことをねちゃんと伝えてあげるんですよね。そしたら次の僕が野原しんのすけで、けから始まるものを書けばいいだけですね。でこのピオキングね、あ待って、先に書かして先に書きますね。け、け何があるだろう。けん玉、けん玉でいこっか。このピオキングね、知っての通り絵心が全然ないんですよね。これ大丈夫かな、これ大丈夫これけん玉わかる、次の人わかるかな、え大丈夫、けん玉が描けない、あーはてなってきてる。こんな感じだよね、けん玉ってこんな感じえわかんない、大丈夫かな、バトンタッチまであと十何秒しかない、けん玉が描けない。けん玉って確かこんな感じだよね、こんな感じダメだ、俺めっちゃ邪魔してる。これ何を描いたの、けん玉、けんだま、あーごめん、次の人分かってないダメだ俺これマジで向いてない。え、けん玉今のまあ確かね下手くそだったけどさ、ちょっとは分かってくれてもいい気がするんだけど、さて分かってくれるかな。あと20何秒の間だぞ。ただね奇跡的にこれ分かってなくても次まから始まることをかければいいってことだと思うけど、これは猫だ伝わってなかったな、ごめんよ。次の人中居正広さん、えなスマップじゃん、今気づいた。ミワルクさんね、4番目の人、まあ猫だからおそらく次に子から始まるものが来ると思うんですけど、これは駒だ、絶対駒だこれ。オッケーオッケーオッケー。次に岡井さくらさんか、岡井さくらさんっていう人は間から始まるものをきっと書くと思います。絵心がなさすぎてやばいな俺。いや以前ね実写動画で猫を描いたと思うんですが、ほんとあのレベルなんですよ僕本当に絵が苦手で、どうやったら上手くなるのっていうぐらいね、絵上手い人は羨ましいですよね。で次コマ、マトか、よし、じゃあ次トンボ描きましょう生き物を描くことはねこのピオキング非常にまずいと思うんですが、頑張ってねトンボを描きますよ。トンボは簡単でしょう。よし、頑張って描こう。あ、これうまいんじゃない？これは分かったでしょ？ほら、分かったよねこれ。こんな感じ、トンボ。オッケー。よし、でこれで描き終わった。はい。でトンボ。これはね、きっと皆さんも分かったんじゃありませんか？トンボ、オッケー。でこのねイラストチャイナ、まあみんなでつなげる絵しりとりの優しいところは、ラーメンとかんで終わってもいいんですよね。でラーメンだったら目から始まるものを書けば OK っていうしりとりです。でボだったらボでもいいし、ほから始まるものでもいいっていうことですね。だから次の中居正広さんはほうきっていう絵を描いたと思うんですが、次にこの方はほらキリン描いてると思うんですよね。これだから次はね、んじゃないや、りから始まるものを描けば OK です。いやこのアプリめっちゃ面白いんですよ本当に。やり始めたらめっちゃハマるけど、
ただね、僕の絵心がなさすぎて繋がらないっていうね、非常事態が起きてますよ。うわー、今までね綺麗に繋がってるんですけど、コマだけねちょっと繋がらなかったな。でキリンだから、これあ、リスだ、絶対リスだ。よし、わかったわかった、よし、オッケー。一応可愛いも送っておこう。可愛い可愛い。で、スだな。スズメはちょっと難しすぎるから、ス、ス、あ、ス、なんかある、スルメ、いや違う、スルメはまずいな。あ、スイカ、スイカでいこう。オッケーオッケー、スイカは簡単でしょ。こんな感じで、ほら、これは絵心、下手な俺でもきっと次の人に伝わってくれるといいな。大丈夫、次の人分かった、もう一回書き直そうか、うまく、めっちゃうまく、あ、分かったね、オッケーオッケーオッケー。で、こんな感じで、で、書き終わった。で、スイカ、やばい、うまいとか言われてる、めっちゃ感動するんだけどこんな絵心ないね、僕にうまいとか言ってくれてる。これたまにね、ほんとも芸術家っていうぐらい上手い人いるんですよね。で、次はか、なんだろうこれ、え、なんだこれ、か、傘、傘っぽいけど違うのかな、あ、違う、傘ではないな。カモメ、なんだろうこれ、え、何これ、全然わかんない、カラスかな、カラスっぽいいや、この人もなんか絵心あんまないけどカラスっぽいぞこれ。でも猫はさ、めっちゃうまかったよね、この中居正広さん、めっちゃ上手。これカラスだぞ、大丈夫、次ね、巣から始まるものだったら OK、 巣で始まって最後の人一番難しいんだけど、2で終わらなきゃいけないんですよね。多分これスキニーだ、スキニー、みんなスキニー知ってます？あの細いズボンのことをね、スキニーって言うんですけど、多分それで合ってると思う。ただ僕が一回乱しちゃったせいで一つ罰になってるんですよね。よし、それじゃあね、第二声明やっていきましょう。で、次は僕は2番目ですね。なんか2番目多くないめっちゃ2番目多い気がする。さっきもなんか2番目だったような気がするんだけど、オッケー、これはみかんだね、簡単だ。じゃあ次、カから始まるものを書きましょう。カラスは難しいな、カメ書いてみるか。カメはきっとね簡単に書けると思うんですよね。で、ここ顔があって、あ、これ上手くない、これ上手くない、ほら可愛いよね、めっちゃ可愛いよね、顔書けないけどよし、書き終わった。で、名前の入力、か、め、OK、 よし、今度こそね、正解率ね 100% を目指していきましょう。目でしょ、目、次は何を書くかな、これはなんだ、目、目ん玉、目ん玉か目だな、きっとこれ。ただ、何に入ってるのこれ、瓶、瓶の中に入ってるのかなこれ。一応目じゃないのかな、え、なんだろう、目でいいでしょこれ。右上に描いてる絵がなんかわかんない、あ、目薬だ、これ目薬だ、あ、わかったわかった、ちゃんと伝わったかな次の人に。一応ヒントとしては、この人が描き終わった下にね何文字っていうヒントが出るんですよね。目薬だから、ここ丸いのが、黒丸が4つあると思うんですけど、っていうか何を書こうとしてんのこの人、リス、めっちゃうまそうじゃなかった今のリス、え、リでしょ、目薬、多分リスでいいと思うんですけど、え、なんかめっちゃ芸術っぽくないこの人のリスえ、伝わるでしょこれ、猫さん、次の猫さんもう伝わったでしょこれ、もうリス以外何者でもないよね、ほらほらほら、これ絶対リスだ、俺には分かったぞ。
次猫さんはスから始まるものを書くことができるんでしょうか。え、マジで、え、頑張って、マジ頑張って、俺からもエールを送ろう、頑張って。スから始まるものかな。やったー、スから始まるもの来た、よかった、つながった。よし、じゃあスイカでしょ。え、またかえ、またかなの、マジかよ。かき氷にする。今度ね、かき氷は簡単だよね。こうやってあって、あ、待って、これ違う、一回書き直します。こんな感じであって、で、氷ってこんな感じだったっけ。で、こんな感じでストローがぶっ刺してるっていう感じね。よし、これはね、ちょっとずるい感があるけど、ちょっとずる感があるけどね、かき氷。いや、だってかき氷って入れ物にさ、氷って書いてるじゃんまあそのせいでね、めっちゃヒントになってると思うけど、まあ見た目そのまま書いただけだから、私ピオキングはね。で、次多分ね、リンゴを書いたと思うんですよね。次はこれは、こ、なんだろう、え、なにこれ、さやかさんが書いてるのが全然わかんないんだけど、え、みんなわかったの、え、なになにこれ、え、全然わかんない。え、なになにこれ、こうでしょ、こな、え、なんだろう、全然わかんない。次に書くのが、この猫さんがうまいのを書いてくれないと俺わかんないぞ。布団、え、これ布団でいいの、枕、枕かな、これ多分枕だよね。コマ、コマ、枕。じゃあ次、ラクダ書いてみますか。ラクダもね、特徴があるから簡単だと思うんですけど、こんな感じでこれ下手くそ、やばくない、これ大丈夫、次の C さん大丈夫、もうちょっとね、やっぱうまい具合に書きたいんですけど、え、ちょっとこれコブありすぎじゃね、俺のラクダ。よし、これでいこうコブありすぎじゃないこれ、やば、ラクダ、なんかめっちゃ笑われてんだけど次はね、た、もしくはだから始まるものを書いてくれたら伝わったっていうことで、何書くでしょう。あ、え、さやかさん回線途切れてる、マジか。じゃあたから終わってとで、あ、たから始まってとで終わらなくちゃいけないのか。これは太鼓、もしかしてさやかさんが途切れたことを気づいてないのかな。太鼓でしょ多分、次いないですよ。あ、もしかして今気づいた、 C さんが最後の入力をしています。結果発表、あ、最後ね、あ、タルトか、あ、タルトね、あー、うまいうまい、言われたら分かった。あー、これ見て、正解率 100% おめでとうございます。よし、それじゃあね、3回目やっていきましょう。また赤だまた赤だ、これやってたら、え、上手くなるんじゃないかな、僕上手くなんないかな。で、最初はのか、え、また2番目、たまにはね、最後したいよね。で、なんだ、のでしょう、のって難しいよね。あ、野原しんのすけだ、これ絶対そうじゃん。やっぱ特徴がね、あるものが書かれてると分かりやすいよね。この野原しんのすけ結構来てるな結構来てるな。じゃあ次、けでしょ、けん玉さっき通じなかったもんね。っていうことで、じゃあ次は違うね、けを書こっか。け、けん玉はダメだったから、け、け、け書きたいけど難しいなけん書く、けん、
あ、剣だったら分かりやすいね。こういう風に書いて、こういう風に書くでしょ。で、ほら、どう？これ分かった？で、こんな感じ、こんな感じでピカーンって光ってる感じ。よし、これ繋がってるよね、きっと。確かさっき、アーヤさんか、アーヤさんも分かったって言ってるから繋がったでしょう。けーん、んがないな、んがないぞ。あったあった。ただね、次ね、このけから始まる剣で終わったからまたけだね。え、なんこれ、多分けだよね、きっとけだ。え、またけでつながんの。まあでもなんか上手、これめっちゃ上手この人。で、次カズエボンさんもまたけを書かなくちゃいけないね。けだらけだなこれ。え、けじゃない、黒丸が3つある。毛並みってことかな。多分通じてないかもしれないぞ。これはなんだ、これろうそくっぽくは見えるよね。え、なんだなんだこれ。え、わかんないわかんない。え、ケーキ？ケーキっぽいよね。ただアーヤさんはきっとね、毛じゃないもんね、毛並みだよそれ。多分バースデーケーキでしょ。多分ね、あのカズエモンさんって人は、さっきアーヤさんが描いた髪の毛をね、毛で勘違いしてると思うんですよね。多分アーヤさん違うと思うな。まあこれは木でしょ、うまいなこの木。大丈夫、わかりました。で、木だから次木難しくない？キリギリスとか絶対書けないもんね。木、うわ悩む、悩んだ時はどうしよう。よし、もう一回木を書こう。もう分かんないから、みんなもう木でつなげようぜ。もうみんな木でつなげようぜ。なんだろう、次何書くんだろう。もうみんな木を書き始めた。これは面白い、みんな木しか書かないんだけど。ここでカズエモンさんは何を書くんだろう。ここで木来たらウケるよね。なんだろうこれ、カズエモンさんはさすがに違うのを書いてくれるよね。なんだこれ、木か。もうみんな木しか書いてない。え、これどうしよう、もう一回木来たら俺つなげればいいのかな。やっぱここは空気を読んで木を書けばいいの。いや面白いよねこれ、初めてだよ。いや今までね結構やってきたことあるんですけど、この一列木が並んだのはねさすがに初めて。マジで初めて。これは狐だね。うん、これは分かった。もうちょっとね怖い狐だけど、狐っていうのが分かるからいいね。じゃあ次、ねだろ、私猫描きましょう。この前の猫をね覆すような可愛い猫を描いてあげましょう。こんな感じでこうやってして、まあこの時点でねもう何か分かると思うんですよね。ただ目ですよね。よし、こんな感じ。わかる？これ分かってくれるかな、大丈夫。よし、アーヤさん分かってくれたかな。さすがにこれはね分かってくれたでしょう。で、次はこうでしょう。え、もう分かったの？なんだこれ、あ、ゴリラかな。あ、コアラか、コアラ。あ、かわいい、あ、このコアラめっちゃかわいい。
ちょっとなんか意地悪そうだけどめっちゃ可愛い。なんかね、木にしがみついてるのがわかるよね。で、コアラで終わって一番最後にね、矢をつけなきゃいけないんだよね。ラで始まって矢で終わるってめっちゃ難しいよね。最後、最後まで、なんだ、なんて書く、あ、ありがとう。めっちゃいい人、多分この人めっちゃいい人。じゃあ最後に終わらせることはできるんでしょうか。これで終わるの。まあでも面白い終わり方だよね。で次はまたね、すごく可愛いねこの人。ただね、思い浮かばなかったんだと思うけど。まあこれはこれでね、すごくいい終わり方だよね。はい、それじゃあね、今日のみんなでつなげるしりとりはこの辺で終わりたいと思います。このアプリはね、オンラインだけじゃなく、さらにね、自分で部屋を作って友達だけとかとね、一緒に遊べることができるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。それじゃあまたね。